信長は雑賀衆を討ち、紀州を平定した。畿内で彼に逆らう者はいなくなった。信長は天下布武の総仕上げとして光秀、秀吉、勝家らを軍団長に任命、全国各地を制圧させた。そして自らは毛利を攻める秀吉に加勢すべく、わずかな手勢を率いて京の本能寺に入った。その夜、深い闇の降りた京の道を本能寺へと向かう一軍があった。織田の将、本能寺の変。木をたがえて咲く奇妙な花よ、この桜を植えし時にいた長政はすでになく、久秀もいた。次は誰が来るか。申し上げます、明智光秀様、ご謀反。そうか、うぬか。敵は本能寺にあり。明智殿のお嬢ちゃんも親父さんの謀反に参戦するのかい？お嬢ちゃんではない。わらわにはちゃんと名があるぞ。そちも父上に加勢するのか？なぜじゃ、教えよ。世話になってた松永殿が残したもの、その意味、結果かな。そいつを見極めたくってね。わかりにくいのじゃ。そっちは説明する気がないのであろう。わかるってのは幻想だ。それでも伝わるものがあるのは嬉しいね。分かってもらえないのを承知で説明するとだ。信長という絶対的英傑が築く、まあ運命かな。それに松永殿、浅井殿、明智殿といった小さな人間がどこまで抗っていけるのか。まあその未来に何が待つのか、おじさんはそれを見てみたいわけだ。何せおじさんは小さな人間が大きなことを実現できる方法を探してるんでね。
分かったのかい、お嬢ちゃん。そちにも謀反を許す。父上と共に立つがよい。それから、これからはわらわを名で呼ぶのじゃぞ。って、その名を教えてってくれよ。ま、お許しも出たってことで、謀反頑張りますか。の兵は少数、一気に攻め入り信長様の首を取ります。来るか光秀、来るがこの信長に背ききれるか見定めよう。この状況で本陣を狙ってくると、何としても守りきるのです。二条城に入る。そこを拠点に父上を援護するのだ。さあかかってこい。足りぬ。剣意長松、京を脱出し援軍を呼んでまいれ。開門。援軍を呼ばれたらまずは彼らを逃がしてはなりません。本能寺に簡単なく増援を派遣せよ。さすれば父上は軍備を整えられる。開門。信長様を確実に撃つためには二条城からの増援を断つ必要がある。先に二条城を制圧しましょう。門を守る将を撃破するのです。援軍が来るまでに日数がかかるはず。今は信長様との戦いに集中しましょう。誇りに思う気持ちと心配が半々です。
何としてもお守りせよ。開門。ただと用意周到な残りのことだ。隠し通路があるんじゃないかね。オム絶好調なのじゃ。敵将討ち取ったりなのじゃ。迫ったか。敵将討ち取ったりなのじゃ。我こそは織田信長が嫡男信忠。謀反人どもここで成敗してくれる。
傷が出ます。なんとかしなければ。ゴム、なればあの者どもを櫓から落としたじゃ。ラウン、どうしてこうなってしまったのじゃ。どうして、たちと戦わねばならぬ。あなたはお父上のため、私は信長様のため、逃げることはできない。戦うしかないのです。あの茶席の人とき楽しかったです。最後にあなたに会えて本当によかった。やっちゃうのじゃ。明智十兵衛光秀、全身全霊をもってあなたを倒します。
参りました。最後まで背き切ってみせい。信長様、信長様、天正十年6月、織田信長は本能寺の炎に消えた。